ハイブリッドタイヤはですね、もうあの多分池浦選手のタイヤピンピン冷えてる頃だと思います。最高だったらフロントアップしているところが大きな車体がくるっと回って、さあゴール、タイムが2分13秒です。小笠原選手が走り終わると、ここで小笠原選手が無事帰ってこれるのか、みんなで温かく見守りましょう。ああ、坂本選手バイク直りました。直ってない、直ってないということで、一旦愛南町にお帰りいただいて、小笠原選手さっき大ヒントを走ってからまだ時間が経っていないので、感覚が残っているといいんですが、こんだけ雨が降ってても、あれだけ皆さん走れるっていうのは、一般のライダーから見られないと思いますね。Yeah.